はい、せーの、カチャンレザー見る。はい、一応まず今日は、じゃあ紹介してください。ですね、まやちゃん絡みでね。はい、ナッドヘッドの、もうちょっと下かな、どうしてこんなに好きなんだろう、エチャレンジマイクラキでございますね。これはあのラッパーの人がメインやってる曲なんで、ちょっと聞いてみましょう。はい、いますかね。YouTube のあのシステムで消えないでくださいねって感じですね。そうですね。頼みますよって感じでね。ちょっとね、これはレアだな。うん、だこれさ、あの多分ね、レーザーたちもこういうマニア的なものをさ、用意してるから。いや、ほら、25周年だからいろいろね。そうそうそう。ね、だもしかしたらこの人も、あの、駆けつけてくれるかればいいよね。知りたいな、ね。前さ、いいからね、前ちゃんシンフォニーとかでもさ、うん、あの、高校時代の友人。うん、でも駆けつけてくれたじゃないですか。うん、だからああいうサプライズがあると、ね、またちょっとね、面白みがあるじゃないか。ね、そう、今聴けない曲って結構多いじゃないですか。YouTube で見れたやつやば、まーちゃんのハッピーウーマンのあのイベントのやつ。見れますよ。見れた。最近は、ね、あの、ツイッターでは結構ね、ちょっと見える時あったし。だからね。なんだっけ、その大阪のね、エコのね、あれ。グリーンのね、緑の環境の問題にその歌も作るみたいだからね、楽しみだね。それが多分、うん、なんかまた CD 化そう、次のアルバムに入るんじゃない、そのほら入るのコナンのほら、半沢さんの曲もあれ配信しかないから、はい、シークレットボイスオブマーハット、あとあの、フォーエバーホームとかね、まだ CD になってないのあるからね。それが2曲が入って歌えたらどうか、うん、あれも入るんじゃない、 You and I とかさ、あと、アンラベリングラブ、コナンのオープニングエンディングもまだ CD になってないからね、それも入るんじゃない。
何万円してる、あれも。だから、半沢さんのシークレット・ボイス・オブ・マハートと、コナンの You and I、アンダベリング・ラブでしょ、うん、あと、フォーエバー・ホームでしょ、まだ知りなさい、うん。それプラス、なんだっけ、今作ってるやつ、そのグリーンの、うん、この曲。5曲はとりあえず新曲であるから。あとは、配信されてないやつかな。うんうんうん、やっぱ、イエスなの欲しいけどね。そうそうそう、これがね、25周年でね、20周年で出てなかったからね、25周年は多分シングルコレクションじゃないと思うんだよね、きっと。そうね、そのアルバム20周年でほら、オールシングルコレクションやっちゃったから。そのアルバムを、どっかで購入しないといけないんだけど、ね、まあ、出てないから購入できないからな。出たらね、購入してみないと。まだほら、ライブ関係が全然まだ、まっさらじゃない、予定が出てないから。まいちゃんまだわかんないからね。まあでも絶対今年のどれか行かないとね、25周年だからね。ファン入れも行きたいし。ぜひともね、皆さんだから応援してほしいですね。怖いのはね、被っちゃったら悪いんですよ、うん、前回も前もジーグとマイちゃん被ってマイちゃんの襲ったからさ、うん、そこはちょっとやめていただきたいですね、お願いしますね、被らせると痛いんで、うん、そういう感じですかですね、被らないような感じで行きたいんで、ね、マイちゃんのね、今後の予定まだ何とも言えないからね、まあ、12月8日にはまだ何かやるのかな、26年になるからね、まあ、10月28日ぐらいになるのかな、感じる時に、うん、ね、やるかもしれないね、まあ、12月に、まあ、そんな感じかしらね、まあ、12月が多分シンフォニーだろうな、うん、やるとした場合だとね、まあでもシンフォニーじゃないのもやるんじゃない今年はシンフォニーばっかになっちゃうからほら、イベントやってほしいな、元のライブやっぱ盛り上がるやつがいいでしょ、シンフォニーは盛り上がるとかじゃないから基本的にね、じゃあこんな感じで次の後また読みね、やりますからね。じゃあ、ぜひとも、チャンネルレザー登録の上ね、あの、シュワッチもまたね、やってますからね、そっちもあの、YouTube の方アップしますから、ぜひ見てください。ね。クッパちゃんとかもちゃんと録画、あれね、なんていうの、登録してから見てほしいですね。見るんだったらね。いいねしてくれないんだけど、見てください、あの、登録してください。またね。